ワタボウシタマリンは、哺乳ゅサルう猿オマキザルカタマリン属に分類される猿。別名ワタボウシパンシェ。コロンビア北西部体長24から30センチメートル。体重0.4から0.6キログラム。頭頂部の羽毛は肩まで伸長するが、顔は短い体毛で覆われる。和名は冠毛に由来し、英名や独名リストも冠毛に由来する。頭部や顔の毛衣は白い。 頸部から肩にかけての毛衣は明褐色。背面の毛衣は高褐色や灰黄色。覆面や獅子の毛衣は白や紅白色。尾の毛衣は、器部やその周辺が赤大色や褐色で、先端は黒い。顔や、磁界の皮膚は黒く、磁界には体毛がなく脱出する。熱帯ウ林ンに生息するが、虹林やソリンなどにも生息する。中高生。 8から10ヘクタールの行動圏内で生活する。主にペアと幼獣からなる1から19頭の家族群を形成して生活するが、行動圏内に幼獣や別の群れから侵入した若い個体からなる群れも形成することもある。食性は動物食傾向の強い雑食で昆虫、樹脂、花、果実などを食べる。繁殖形態は耐性。 一回に二頭の幼獣を年に二回に分けて産む。オスも育児を行う。種小名オイディプスはオイディプス王に由来する。仏名及び玉林族でも本種のみに用いられる英名。別名のピンチはブ部ンが命名して広めたとされ、ペルー北東部での猿の故障に由来する。開発による生息地の破壊。過去にはペット用や実験用の乱獲により、 生息数が減少している。野生の生息数は1000匹以下と見られ、世界で最も絶滅の危機に瀕している、霊長類25種の一種に数えられている。ありがとうございます。